さあ今回はドワーフオートバトラーというね、ローグライクとオートバトルを組み合わせた戦略的なゲームを遊んでいきます。さあこのゲームはね、モードが3つありまして、まあ栄光モードが基本なのかな。まあまずこれ遊んでみましょう。もし戦闘に勝利すれば栄光の神が全て倒れたドワーフを蘇らせ、宝石は2倍。デスモードは死から逃れられない。ああ、なるほど。だまあ難しいものね。ただし報酬も多いと。で、略奪モードは戦闘後常にドワーフが復活する。で、スキル点が開始時にあって、勝利するごとに追加点数を得て、あ、はいはいはい。栄光ですと、それ以外みたいな感じなのかな。まあ栄光モードいきます。まだね、やったことないんで、こうスキル的なのはまあないですね。それで行きましょう。新しいチーム。チュートリアルやりましょう。さあ、まずはドワーフが2人いて、インベントリが1つある。で、まあ、勝利回数があって、コインがあってと。で、チュートリアル。これはイベントフェーズ。3枚のカードから選ぶことができる。で、武器ね。神聖な杖、魔法の杖、アサシンの刃と。両手武器、メインウェポン。メインウェポンとは、両手なのかな？武器的になんか片手っぽいけどね。必殺技、祈り、フェニックスの力、テレポート探検。価格で言えば、まあ、神聖な杖が強そうですけど、これ回復、祈り回復っぽいよね。フェニックスの力いってみよう。一番安いけど、これが正解よ。さあ、いい選択です。アイテムを装備するためのドワーフ選びましょうと。理解力ない、ドゥーリン2、騎士らしい。で、体力、知識、知力、力、敏捷、スピードだね。あ、で何、あの重さ、持てる量的な感じかな。ドワーフを攻めるね。はいはいはい。まあこれ今さっきのあの2の、もともといるドワーフだね。理解力ないドワーフ。冒険者王グリム。左がなんか、性質というかね、強さも表してそうな感じですけど、パラメータ同じだね。これがあなたのインベントリ下ですね。で、ドワーフを管理してアイテムを装備できますよと。武器に応じてドワーフの職業も変わる。あ、はいはいはい。選んで、じゃあ、理解力ない方に上げてみる？両方一緒ですね。変わり方は。で、魔法使いになりました。理解力は未だにないと。ここが変わらないのかな。で、不要な装備は販売エリアにドラッグして売れますよと。まあ、この槍いらないから売りますってことね。で、同じ方法でドワーフを解雇することもできます。で、次はドワーフの上に頭上にある経験値。5でレベルが上がるよってことですよね。はいはい。あ、で、今装備品こんな感じと。で、次のドワーフみたい。あ、まだあるのね、統計が。サブ属性見て、まあ、戦った回数ね。パッシブの能力。はいはいはい。で、上で変えれるのか。で、フェニックスの力は、炎の弾を発射して39ダメージあったり、4体の敵を貫通して敵に燃える可能性が 50% ある。後続の各ターゲットに与えるダメージは減っていく。はいはいはい。燃えるが分かんないね。どういうダメージなんだろう。で、名前を変えることもできますよと。盾あげようか、でも。よし、いいんじゃない？ほら。前衛と後衛ね。戻る。新しい仲間、ドワーフ。カモン。これ準備完了。リフレッシュボタンをクリックして戦闘を見つける。はいはいはい。あ、これ、あ、戦闘ね。購入もまだあるんだね。戦闘賢く選ぼう。まあ、敵の数。で、経験値。こっち多いけど、賞金も経験値も多いと。で、調整ね。位置の変化。あ、まあそうね。じゃあ、この子を後ろにしようか。こういうことだね。で、この子盾持ってるから前。よし、行ってみよう。ここは英語なんだね。まあまあ戦うの見てる感じ。オートバトラーなんで。
自分でこう装備をつけて編成をしたら、あとはね、選んだ敵と、まあ、そこに勝てるかどうか。もう介入はできないでしょうね。いけいけいけ。守れ守れ。体力は並んだ順なんだね。おい、よし、フェニックス。はい、行きましょう、フェニックス。宝箱もらえる？ちゃんと。まあ、前衛はほぼ食らってなかったかな。さあ、これ戦闘報告画面。戦利品をクリックして、これをね、まあ、さっきのインベントリーに追加することができると。ウォーブレード。さあ、では続けましょう、当然。これ、ま、通常のゲームモードで進めていくって感じだね。で、活躍度、ダメージ、フェニックス。火ダメ、防御はま、縦の子。赤いのは、キル数ね。まあ、この子縦なんでね、キル数は。あ、で、そのまま戦い行ってもいいし、購入してもいい。ああ、はいはいはい。で、これストアじゃないの？ストア、またなんか別の。スタのレベル。ああ、上げていくと MR まで行くのね。降参。あ、撤退ができる。あ、で、これがアップグレード。800。今420しかないね。ウォーブレード技あるな。買うか。まあ次戦い行くとして、ごめん、見てなかったわ。いやいやいや、ダブルウォーブレードシステムよ。盾持てないか。いらないいらない。ちょ、一旦ね。ホール、あ、また別なんだ。このポイントは今回はまだないでしょうね。巻いてはどう？一緒なんじゃないのかな？うん、一緒だね。戦闘。いけ、俺は行ったり行ったり。恐れるな、引くな。お、フェニックスがいなくなったぞ。前の二人が強すぎて。で、これが必殺技ね。すごいスピードで突撃していくと。これでもさ、盾とやりで行ったら、置いてかれんじゃないの？フェニックス。ノーフェニックス。ああ、なるほど。ちょっとこれ難しいですね。あ、次全部、まあ、リフレッシュもできるでしょうけどね。あなたを前にしつつ、で、ちなみにこの子の技は、刃の舞かな。移動速度 25% 増加し、3.5 秒間の間全ての近接攻撃を受け流す。強いっすね。間違えた。どうしようか、リフレッシュ。まあ、連戦しよっかな。戦った回数でさ、あ、でもリフレッシュ料金あんのか。あ、これ強そうじゃない？あ、必殺技ないのか。必殺技ある方がいいよね。片手でも上げようか。体力、スピードも上がるんだね。重くなりそうだけど。あの、これも450もある。あ、剣めっちゃ重いんだな。この子にあげて。さあ、では。まあ、これ雑魚戦かな。なので、ちょっとメットもか、あ、買えないわ。これさ、何もできないときどうなるんだろう。リフレッシュできずに戦闘もなくて買えなかったらさ、積むんじゃないの？あ、いけ！出たー、おー、終わったー。足並みが一切揃ってないけど、いいのかな？重くして遅くするみたいなのもなさそうだよね。連戦連戦。さあ、レベル上がってます、ちなみに。なんか、振ったりはないのか、パラメーターを。上がってるんですかね。次だ、ここの予測が出てるんで、まあ、それこそ、見ればわかるか。でも、体力にちょっと差があるんで、まあ、上がってたりするでしょうね。よし、行け。ほら、やり程度。行ったれ行ったれ。あ、燃えてる燃えてる。でも敵に盾がいればまあ止めてくれるから。ね、合うか。この二人でよくねってなるけど。めちゃ強いけど。なんか武器変えたいね。それこそ。まあ弓とか、ね、ゲットできればいいんだけど。なんもないっす。お、三人か、いいんじゃない？あ、これ欲しいな。
祈り気になりますよね。もうだって前衛なんていらないんだもの。ダブル後衛ダブル前衛ですよ、こうなったら。前じゃ前だ。さあ祈り、 HP が最も低い仲間を治療して彼らに、彼にじゃないのかな、76の体力を回復して彼らの身から全ての矢を取るんですか。あ、矢は何残るんだ。よし行きます。3人、ここでレベル上がりますね。ちょっと見とくか。体力22だけ見とこうかな。いけ、よし、家に出ました。この回復もするんじゃない。あ、行ったね行ったね。ちぎりすぎてる。これだけ見たら3対2なんだけど。よし、来た、炎。よし。お、なんだ？あ、1人が3人倒したってこと？やるね。理解力ない。ドゥーリン。あ、知識が、ここで見れるね。てか、リザルト。レベル上がって、知識が1上がったと。あんまじゃ変わらんか。ダメージがほぼないのよ。うわー、でも戦いが続くね。ちょっと待って、これ難しいな。こうだな、じゃあ。こうじゃない？まだ戦えるでしょ、そしたら。弓2、あ、弓2ね、ちょっと厳しそうだな。まあ、2、4対4ですね、これで。ヘルメット買っとこうかな。まあ、力が上がるんだな、単純にね。でもダメージ変わらないか。攻撃速度がちょっと速くなるとかか。まあ上げましょう。あ、これ上がるね。さあ弓をぶっ潰せ。ちょっと後ろが撃たれるより気にすんな。オラオラオラ、行ったり行ったれ。メットを与えた彼の大活躍。あ、矢を取り除いてほしいな。回復ってどうやってするんだろうね。なんかマナが溜まるってシステムっぽいので、その溜まる状況を満たせそうにないんだけど、やっぱ槍も置いてかれちゃうね。めっちゃ飛んでったぞ今。出ました、ドゥーリン3、ドゥーリン3キル、ドゥーリン4キル、ドゥーリン4キル。全員入る経験値一緒。ドゥーリン、あ、ドゥーリン力。あ、じゃドゥーリン、ドゥーリン、みんなドゥーリンか。2ドゥーリンが4体倒して。2ドゥーリン大活躍ね。同じように上がってくんだね。ここは力で、ここの武器は体力。戦士、騎士は体力、戦士は力、聖職者は知識って上がっていくんだね。だ1レベルから同じ武器持たしておくと、関係ある能力上がっていくみたいな感じかな。4キル、ちょっとね、このチームのバランスの悪さをどうにかしたい。異世界、ダライン、ドゥーリン3、ドゥーリン3来ましたね。何が違うのこれ、一緒じゃないの。あ、体力が多いな。こっちは何が多いんだ？知力が多いか？あ、知力多いっすね。スピード、あ、スピードも速いね。お前ちょっと行ってくれ。どうしようかな。スピード9、13、16、10、23。あ、まあそれが原因かな、差の。速いかなと思ったけど、別に速くはなかった。なんかないの戦略的な。ね、もうすごい勢いでドゥーリン2が突っ込んでいくっていう。これ入れ替えたらこっちが行くんじゃない、グリムが。まあ槍や、あ、まあお金が多い方がいいかな。王と一族のためにかかれ。どっちが前出るんだろう。やっぱ先に溜まる方が出れそうじゃない。もう全員でこのバスターソードみたいなの持ってたらね、足並み揃って圧倒できそうだけど、
これだけでどこまで広い。ドゥーリン2、ドゥーリン2に切るくらいしたのかな。ドゥーリン2に切る。他が関与しようがないね。あ、でも支援はしてるね。戦利品が一向にないな、道も。お、強そう、強そう、これ。いいんじゃない。あ、でも、ん、これだけ弱いか。あ、ここにさらに多いんだもんね。わー、でも強そうだな、処刑。いや、行ってみようよ、ちょっと。我らを止める相手がね、いなかったのよ。ようやくだ、ようやく。いい戦いができそうだ。でもさ、なんか見れないのかな。ダメージ19、23。こっち14。2から10。おい、ボロ負けするんじゃないか。いや、行くよ。当然行きますよ。ほら、行ったれ。よしよしよし。フェニックスもいますからね、ここは。おおさん、ここは足並みを揃えた方が。処刑が来る、処刑が。処刑光ってるあいつの。処刑来たっぽ。で、回復。相手のあれも回復なのかな。回復っぽいね。相手の支援を倒さないと。いや、フェニックス出ました、フェニックス。今、フェニックスによって崩して、ドゥーリン2が。今のフェニックスでかくいいんじゃないの？どう？あれ？あ、これ、あ、そう、あ、でも。まあ、あの一瞬でこんだけ与えたんならね、必殺技。でも時間かかるね。知識、知力。これ、ちなみにさ、魔法使いは知力で、聖職者が知識。知力が高い、知力高い。だから、こっちにあげた方がいいのか。いや、でも、勝てたね。ちょっと負けるんじゃないかなって、ちょっとだけ思ってたけど。いけた、いけた。強くないとダメだな。全然、相手にならん。いけいけ、二人で終わらしちゃえ。こいつはダメージあったけど、まあ、一応あるのか。攻撃してきてますね。では、ドリン2が。ドリン2一人で消せる？それちょっと。右のゲージはなんだろう、言う。強、なんだ、指揮的な。下がるとダメなんだよね。あ、体力の合計かな。ごめん、ダメだ。終わらせてくれ。よしよしよし。2キル。うん、ちゃんと、あ、いい、いいね。雑魚パーティーじゃない。結構でも溜まってきた。ストはいけるんじゃないか。あ、で、これってか購入はできるんだね。これって持ってんじゃない、そもそも。800か、少なくとも。まあ、ここ買って、あげてみるか。まあ、槍が2人？これ、あ、これ、槍立てが3人ってことかな。あ、で、上がりますね。あ、待て待て待て、ちょっと、引きずってる、さっきの。なんか圧倒してる。あ、でも、いいね、いいね。いけ、フェニックス。フェニックス。よし。フェニックスいいよ。あ、ダラインが3-4壊滅。ダラインってあの、もう片方の方か。あ、あ、こっち、あ、お前か。炎のやつね。必殺技めっちゃ食らってる、276。いいね、いいね、いいね。支援もして、結構バランスいいかもね。で、まあ、レベルアップで上がるパラメーター分かってるんで、もう見る必要ないね。おお、なんだこれ。あ、10勝したからもらえるって感じか。で、1個だけタダでもらえるんだね。一番左、治療の指輪。2秒ごとに最大体力の 5% を回復する。装着者から矢を取り除きます。あ、いいね。回復して矢も取り除く。レベルアップ時には体力も上がる。ああ、もう完全いい、いいだね。これ経験値が 10% 増える。知力が増える。魔法使い向けだね。金鉱石。スピードが 5% 下がって、負担重量が 15% 上がる。お金が得れる。あー、販売価格違うんだね、全部ね。これもらってすぐ売ればめちゃくちゃいいけど、これかな。
まあ、最大体力である。元の体力ってことですよね。体力も上がってくるんでしょ、しかも。あ、でも、炎の知力いいな。ちょ、そっちで行こう。お前よ、お前。お前の活躍が、最近目覚ましい。あ、これいいのね。で、アーフェニックス。槍がさ、なんか、まあ、槍もでもいいのが出ると思うんでね。行きましょう。レベルアップで SR が出る確率までつくよと。で、神聖な王冠型ってアサシンのレイザー、怒りの弓などなどが増えます。さあ、あ、処刑、さっき、あ、さっきのやつがもう一般的になってきたね。上がります。いったれ。お前ら止められないか。あ、相手が弱いとな、ダメだな。あ、でも、なんか、デバフみたいなついてるね。来たよ、フェニックス。終わりのフェニックス。ね、君がすごい食らってる。ドゥーリンか。アサシンのレイザー、毒。神聖な方って、まあ、知識なら一応回復キャラかな。まあこの知力もあったんでどっちでもそうですけど、行こうじゃないの、行こうじゃないの。まあちょっと敵のね、全体も強くなってきたね。レイザー毒か、わかんないな。でも1200で上げれるもんね。リフレッシュもありかな。お、体力の上がるヘルメット。まあグリムでしょ。こっちはね、まあでもそんな強くないな。おら、回復はね、両方すぐ溜まって、お前ら2人だけだな。槍がやっぱ追いついてこないな。2対5みたいになってるぞ。2対5で圧倒してる。しかも回復がいるからね、すぐ倒せないんだけど。回復あと1人か。確率減っていって終わった。グリム4キル。グリム無双、お、縦2つ、あ、いいね。ブロック確率 5%。 お、この処刑きた、きたね。ちょっと買うか。これって持てる。ああ、そうなると、お前もでも暴れた方がいいよね。処刑ってちなみに36、46ダメージ与えて、間のキルするごとにこのダメージは 25% 増加していく。出血を引き起こす。で、キル後再び処刑が発動する。やばいね。12回いて、2キル。グリムは12回出て9キル。ドゥーリンは12回出て25キル。まあまあまあ、あと普通のやつか、売ろう。まあこれかな。ちょっと新入りも入れたいですね。これ敵にノックバック耐性がないとね、どんどん押し上がっちゃうね。この処刑できるかな。あ、処刑来た。処刑。処刑チャンス。おい、飛んでた。めちゃくちゃ飛んでたぞ、あいつ。あ、帰ってきた。一応こうすると、追いつくね。
あ、アイテムもらえたね。グリムなのか？いや、グリムじゃない。ドゥーリン。グリムか。グリム行ったか。出ないってことはドゥーリンか。お、編成。あ、ん？戦闘コード調整し特定の編成を持参することで教えられる。ラグナロク。あ、ラグナロクチーム的なこと？で、ドワーフで、ホール？あ、今、ここ、あ、はい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 。中心から離れると遅くなる。ドワーフの速度は前のドワーフに制限される。あー、なるほど。あー、でも、離れたら遅くなるで調整する方が。ラグナロク。チーム内少なくとも3人の両手武器の近接戦闘車。あ、確かに今そうだね。ちょうどそうなった。で、死神合いますね。で、聖職者もいる。各両手武器の近接戦闘車、すべての両手武器の近接戦闘車のパリー率を 8% 上昇させて、すべての編成メンバー、強戦士のパッシブスキルを得る。ラグナロク。もう得てるってこと？これは。じゃあもうここは何でもいいんだよね。団結にしてみるか。ちょ、全然もう何、1ミリも団結しないもん今。あ、ちょっと入れたいね。あ、いいじゃない、いいじゃない。じゃあお前にメットあげて立てあげよう。お前じゃあ前だな。ここでじゃあちょっと多めの敵ね、戦いに行ってみます。よし、いよいよ。いや、全員の力がね、集結者が当然強いですから。で、吹っ飛ばしながら上がりすぎないで、処刑もし、フェニックス回復もしっかりし、いよいよこうでしょ。やっぱ戦いっていうのは編成がなかったからね、イカれたゲームだと思ってましたけど、ここでちゃんと調整が効いて、グリム4人。グリム、やっぱ5だとグリムなのよ。冒険者グリム5キルで力アップ。あ、そういえばなんかこれか、圧力に。まあでもあんま発動するのがまだなさそう。あ、でもダメージでもいいね、いいね、だいぶ均等になってきたわ。この子はちょっと、何しようかな。上がっちゃうから早めにね、変えるなら職業変えた方がいいか。リフレッシュ。武器欲しいな。いっちゃうか。結構やりづらいかもしんないって。フェニックス頑張ってね。戦況は左上と右上の、あのゲージの量で分かるんで。あ、フェニックス止まったね。頑張れ、処刑しろ。でも下がる分剣の突撃力は減ったので、ちょっとダメージ減ってそうではありますね。まあでも総合力、処刑もアイドン戦士。もう一回処刑、死んだらもう一回処刑戦士、もう一回処刑来ましたね。この処刑ムーブ早いんだな、やっぱり。お、来た。これこれでいいんじゃない。もう、いやいや、知力上がっていきますよ。やっぱこうなるとね、このキャラのダメージが目立ってくるか。お、なんだこいつ、強いやついるぞ。ちょ待ってね、もうこれ、これなら防御なんていらないのよ、新時代では。パッシブが、これ強戦士。敵を倒すたびにダメージが 5% 増加、終了でリセット。あ、なるほど。一人を死ぬほど強くした方がいいんだな、こうなると。で、こいつね。聖職者。癒しの雨。弱いな、でも。強かないっすね。何回片当てとか誰もね、
誰も持ってなかったりするんで、2人か、2人だけ。一応知識が多く上がるけど、まあ、体力、スピードも上がるらしいから、この斧だね、斧。相手としてはちょっといいのいないなあ。あ、ちょっと待ってね。はい、購入。これで、一応 SSR ちょっと出ます。まあ、SR くらいが出ればいいかなと。いや、まあ、雑魚でも倒しとこうかな。あ、ちょっと待って。帽子ってさ、あ、持ってるか。いや、もう一人も。マントは肩か。肩だね。で、あ、あ、これ選ん、あ、かえ、あ、なるほどね。こっちでしょ。選んだままここ行って帰れるんだね。いや、2盾2用の、で、強戦士。で、フェネックス。一つフェニックスで戦況をね、大きく変えていく。でそこで減った敵を処刑処刑ムーブしていけば。耐えたらフェニックス。で、戦士フェ、処刑ね。はいはいはい。これ引いたりとかしなくていいね。いや、頑張るね。ドゥーリン2がね、ずっと頑張ってるね、未だに。火だめが、ドゥーリン2の火だめがすごい。さて、ここまでにしましょう。もうずーっとね、これやっちゃいますね。テンポが良くて。勝ったらアイテム引いて、あ、仲間、ね、ほら、見て、勇敢、救世の勇者。これパラメータスタート違うから、そこに職業を合わせていくんだね。入ってくるときは全員騎士で、先にちょっと武器余らしておいた方がいいかもね。魔法使いとして向いてるやつは魔法使いのまま行って、今の戦闘だと絶対レベル1からレベル2に1回で上がるんで、ちょっともったいないね、パラメータ他に行っちゃうのは。で、まあ、得ましたね、この編成によって。まだないのも多いですけど、まあ、まださらにあれか、戦ってって感じね。